1977年にデビューした2代目セリカには、リフトバックに直六エンジンを積んだ WX という上級グレードが設定された。フェアレディ Z の人気に対抗すべくこの名を名乗ったという WX は、81年7月、2代目へとフルモデルチェンジを果たす。新型 WX のデザインテイストは直線を基調とした先進的なもので、当時トヨタと協力関係にあったロータスのスポーツカーを連想させる。ボディサイズは全長4660mm、全幅1685mm で、先代 WX に比べると 210mm 長く 20mm 広い。基本となったセリカと共通する部分もあるが、フロントをリトラクタブルヘッドライトとすることで差別化を図り、よりロングノーズ&ショートデッキの印象を強めてある。インテリアは直線が基調のモダンな雰囲気。シートも各部のアジャストが可能なスポーツタイプで、車内全体にスポーティーで豪華な雰囲気が漂っていた。エンジンは直列6気筒のみ。当初はマーク2譲りの2リットル SOHC とソアラ譲りの 2.8 リットル DOHC という2種類で、2リットルは135馬力、2.8 リットルは170馬力を発揮した。サスペンションはフロントがストラット、リアがセミトレーリングアーム。ソアラと共通だが、より操縦性を重視した味付けがなされていた点が特徴だ。WX はマイナーチェンジごとに投入される新エンジンでその魅力を高めていく。まず82年には145馬力の2リットル SOHC ターボを導入。追って160馬力の2リットル DOHC エンジンが追加された。さらに83年には2リットル SOHC ターボがインタークーラーを装着。最高出力を160馬力までアップさせる。結局 WX は85年にベースのセリカがフルチェンジした後も生産が続けられ、トヨタの高級 GT カーとして人気を誇ったのである。